まあ、22年間やられてきて初めて選手権で優勝されるじゃないですか。自分が進んできたまたは導いてきた方向がこれで正しかったんだっていうことの答え合わせができた瞬間、2020年選手権決勝に進出して、まあ対戦相手は初の選手権決勝で敗れた山梨学院と同じような時間帯で先制されて、また同じミスをしてしまったな。そして2016年はプレミアリーグイーストで優勝で、チャンピオンシップでサンフレッチェ広島ユースに勝って、プレミアリーグの王者になられたんですよね。でその年選手権決勝戦では前橋育英に5対0で快勝と。これ選手権初優勝をここで達成されると思うんですけど、当時のチーム何が良かったですか？常にこう貪欲だった、勝つことに対して貪欲だったし求め続けたし、こっちからスタッフが要求したものに対してはもうありがとうと言わんばかりに全てに対して 100% 取り組んでくる。まだ教えてくれ、まだ教えてくれ、まだ強くなりたいっていう、だから合言葉として最後の1試合まで学び続けよう、慢心なんか何一つないって、全国優勝するまで学び続けるっていうのが彼らのやっぱり一つの合言葉になってたので。だからプレミアリーグもね、勝ったり負けたりはあったけど、最後 FC 東京との一戦、負ければ逆転負け、引き分けでも優勝っていう局面の中で、彼らは J でデビューしてる子たちも何人もユースの試合に出てきたし、かなり強かったけど、もうしのいでしのいでしのいで 0-0 で行き、最後はうちが PK もらって、その PK を決め 1-0 で勝ち切るっていうね、そこでイースト初めての優勝、もうこれはちょっと嬉しかった。日本のこの20年代の本当にトップに立ったっていうね、まだサンフレッチェの試合は残してたけども、あの時の F とは相当強かったんで。そのプレミアで優勝するじゃないですか、その後に選手権ですよね。その選手権に対するこう意気込みとか、あとはつけた自信みたいなものって選手権で生きてくるんですか？生きてくるのは経験値だけ。ただ、選手権までにあと数週間しかないという状況で終わるわけなので、彼らのモチベーションを一回オフにする必要があるわけ。要するに勝った勢いでこのままのノリで、またはこのままのモチベーションで選手権入っていくぞって言っていいことは絶対なくて、やっぱり怪我も出てくるだろうし、疲労も出てくるもので、また無理してコンディションが下がるってこともあるから、で優勝を決めて帰ってきた時に、選手たちを一回集めて、こっちでスイッチ入れるまでは完全メンタルオフにしろって、だらけろって言った。だらけろというのはだらだら生活しろということではなくて、モチベーションを完全に切っていいって、だけど次なる準備だけはしとけと、自分でトップにギアをチェンジできるようにだけ準備をしとけと、あとはそんなに頑張らなくてもいいってっていうミーティングを一回したんですよ。へえ。そのマネージメントはどこで学んだんですか？長いリーグ戦の中でもちろん指導者も疲弊してるし、もうサッカーから離れたい感覚にもなってる自分たちもいる、それは自分たちでそうなんだから、体を動かしてる選手たちはもっとそうだろうなっていう、ただモチベーションを切るっていうのはちょっと正直不安、そうですよね、不安だけど、1年間彼らをトレーニングコントロールしてきた自分たちの何だろう、経験上オンにするときに彼らが 100% スイッチ入るはずだという確信があったから、だからまあ一か八かそういうふうにコントロールした。絶対この勢いのまま行きたいって思うはずじゃないですか。それが失敗の原因になるんです。なるほど。まあ22年間やられてきて初めて選手権で優勝されるじゃないですか、これ指導者として優勝してまず一番最初に感じたことなんですか？我々この指導者の世界っていうのは本当に自分が導いてる方向が正しいのかどうかっていうのは分からない、半信半疑の状態で何年も続けてくる、そういう世界なんで、暗黒のトンネルをずっとこうもがきながら、明かりを見つけながら歩いてる状況が指導の世界であって、それがこう一瞬光が見えて、タイトルを取ったあのホイッスルを聞いた瞬間っていうのは、そのトンネルから抜け出した瞬間、自分が進んできたまたは導いてきた方向がこれで正しかったんだっていうことの答え合わせができた瞬間。22年間長かったですか？いや長かった。あのね、さっき話したあの苦労の時代からすると苦難もありながらのそこまでだったんで、でも22年間
って周りを見たら早かったんだろうなっていう、うん、あって、例えばね、鹿児島実業の松田先生が単独優勝って64歳の時で、うん、前吉君の山田康介先生が、彼もやっぱり監督36年目で優勝したわけで、うん、一から気づいてきた人っていうのは、うん、やっぱり時間かかってる、うんうん、そういうことを考えれば22年で全国、ね、選手権で勝てたっていうのはありがたいことだし、まあ、全国のそういう名将たちにいろんなことを導いてもらった、教えてもらったことを考えれば感謝すべきことだなっていうふうにも思うし、自分一人で到底成し得たものでもないしね、学校やスタッフや保護者やいろんな人との支えがあったわけだし、ただ全国優勝するまでの間に当時の市船の布野先生だったりとか、はい、松田先生とか、あとは小沼先生とか、いろんな名将たちを訪ねてね、うん、全国優勝ってどうやったらできるのかっていうことを聞いた時もあるし、ずっともがき苦しんでる時に、やっぱり名将は名将でね、いろんなものの考え方があって、優勝する方法なんてね、簡単ではないけど一つではないわけで、みんな違うこと言ってた、それが一番こう興味深かったっていうか、全国を取った人たちがみんな違 う, こうコンセプトを描きながらやってたっていうことが分かったし、でサッカーって一つじゃないんだって思ったしね、だからまあ彼らの言ってたこと、また教わったことを軸にベースに自分が今までやってきた方向性っていうものをもう一回確認した中で歩み続けていったことが、多分その2016年の優勝につながったんじゃないかなっていうふうにも思うし、うん、息子さんもいらっしゃったんですよね。そう、息子みたい親子で選手権取るって、彼は怪我が多くて、手術も何回もして、最後の選手権さっていう時も、学校行った時の自転車でこけてまた室外圏断裂したりだとかして、もうそれで選手権を諦める状態になってマネージャーとして入れてたんだけど、まあそういったね、辛い部分も見てきたし、監督の息子として親父では分からないような苦難もあっただろうし、でも最後この選手権っていうもので、親子で最後にあのサイスターのピッチに立っていられたっていうことは、まあ本当にありがたいことかなと。あの2018年、ダンサキ選手、バスケスバイロン選手で、三国選手、ケネディ、これ中心としたチームで選手権2度目の優勝、翌年の2019年も選手権で順調にこう勝ち上がって、まあ決勝戦行くじゃないですか、これ静岡学園と対戦しますよね、これ前半 2-0 で青森山田のペースだったと思うんですよ、で前半終了間際、間際に1点返されて、これハーフタイムでどんな声をかけられたとかあります？シチュエーション的には一番難しい状況になった、前半の終了間際にコーナーキックのこぼれ球を押し込まれた時、また抜けてかすめて入った時に、あのボールのねコースっていうのは未だにベンチから見て、うわ抜けたっていうね、あの悲劇的なね、あれもう絵としてしっかり残ってるんだけど、あの時にね、あのやっぱり静岡の応援サイドもそうだし、サポーターがうわーって湧いた時にね、うちの選手たちはちょっと一瞬飲まれた感じがあったっていう、これ後半難しいのは、このハーフタイムの中でどういう指示が的確かっていうのはすごく難しかったんだけど、もうメンタルと精神状態としては勝ってるゲームなんだけど、前半のスタートのような入り方はできない、彼らがいる勢いづいてこう絶対に追いついてやろう、逆転してやろうっていう静学側のメンタリティーもあるだろうし、我々は1点差で勝ってるんだよとは言いつつも、それを飲み込ませても必ず最後にはこの1点差を守りたいという彼らの弱気な、または守勢な心がぐっとまた試合中に出てくることは想定できたわけで、その時は絶対防戦一方になるなと、でもそれをあの状況の中で伝えられる監督が果たしているのかとなった時に、自分自身ではすごく難しいなっていうふうに思って、だからこそ全国優勝するチームっていうのは、その中でもピッチ内にリーダーがいて、全然慌てるのは問題ないぞって、やってきたことを思い出せって、さっき監督言ったことを思い出せって言えるようなやつがピッチの中に、あの歓声の中でもそこを響き渡らせるようなリーダーがいて、主軸が何枚かいて、そういうチームが優勝していくんだと思う、だから監督だけの力ではない、スタッフだけの力ではない、ピッチ内にやっぱりそういう監督的な選手がいるということは絶対的な条件、なるほど。その時あれですよね、武田選手とか、松木玖生選手も1年生で試合出てましたもんね。彼が最後1年生で相手のマークを外してフリーキックでヘディング決められちゃった。
まあ、そしてあの翌年の2020年選手権決勝に進出して、うん、まあ、対戦相手は11年前に初の選手権決勝で敗れた山梨学院と、うん、これ対戦相手が決まった時ってどう思いました？勢いづいてくる相手なんで、うん、そこまでに PK 戦を確か2回勝ち上がってきてるし、うんうんうん、1点差で勝ち上がってるゲームに2本ぐらいあったはずだし、うんうんうん、そういういろんな修羅場をくぐってきてるチームっていうのはすごくパワーがあるわけで、うん、我々にとって失うものは何もないよって開き直ったチームっていうのは一番怖い、うん、この時の力の差なんていうそんな関係は全く成立しないことをやっぱり知るわけであって、でサッカーっていうのはその90分のゲームの中で選手たちがこの自分たちのメンタルが浮き沈みしたりこう思ってたんだけど、うん、ガラッと変わったりだからそれを想定して、うん、マネジメントしていかないと選手権を勝っていくのはすごく難しいと思うんですよ。心変わりする彼らの思考とかまた思惑とか、うん、こうなるだろうということを想定しながら、うん、あらかじめやっぱりミーティングで落とし込んでいったりすることってすごく重要だと思う、うんうんうん、戦術の部分だけじゃなくてそのメンタル的な部分も含めてってことですよね。そうあのコン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 と競技場上がっていった時のあの歓声で真っ白になるし緊張でぐわっと震える思いをする、うん、その時にどういうことが起こるのかっていうことをそれだけのミーティングもしたしもう湧き上がるものが分かり上がりすぎてミーティングでやったことが真っ白になるんだということをもうあらかじめ伝えとかなきゃならない、うんうん、だからそれをあらかじめ感じて受け入れる、うん、あ、来たこの感じ、うんうんうん、この緊張だ、うん、これはもうミーティングでやったから全然大丈夫これは全部受け入れてきちっとさあ人の話聞こうっていう冷静さを取り戻せる、うん、そういうこの状況にさせるミーティングは負けた経験があるからこそできたっていうかはあ、うん、経験値ですね。この山梨学院との試合で同じような時間帯で先制されてまあ、そこからどんなことを考えてました？その決勝戦試合やってる時にまあ時間はねまだ12、3分のとこだったんで、うん、まだまだ先はあるなというしかも無観客だったからここは確かにそうですね、うん、シーンとしてるグラウンドだったから、うん、普通の練習試合みたいな感覚でやられた試合だったっていうのはちょっとこう覚えてるんだけど、うん、山梨学院のこの勢いとか、うん、または彼らのゲームコンセプトっていうものが彼らはやっぱ平常心でね、うん、やってきた時にまた同じミスをしてしまったな2011年時の悲劇か、うん、またはその時の11分で決められたあのミドルシュートの経験値を伝えたんだけど、うん、伝わってなかったのかなっていう自分への反省、うん、それぐらい警戒してたはずなのに、うんうん、一本の隙を見せてしまうっていうこの不甲斐なさ、うんやっぱり彼らもあっぱれだったし、うん、我々の隙があったところもそうだっただろうし、うん、本当に全国大会の決勝のステージっていうのは甘くないなっていうのはね感じたし、まあ、それでもね後半追いついて逆転し、うん、その時のマネジメントもまた必要であって、はい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 、勝てるかなって彼らは多分思ったと逆転した時は、うん、その直後に、うん同点に追いつかれるわけで、うんうんうん、やっぱりサッカーっていうのはその試合の最後の笛が鳴るまで、うん、自分自身で決めつけてプレーするってことは絶対良くないわけだし本当に天国と地獄がいっぺんにこう経験される、うんうん、舞台だったかなと思うしねまたそれで一つ勉強させてもらって2年連続準優勝っていうのもちょっとなかなか味わえるものもないし、うん、この年って公式戦40試合目にしてこれ初の敗北なんですよね。ただまあこれは PK では負けたけど、技術上引き分けなので、これも含めるとまた翌年までってなってくるんだろうけど、本当に負けなかった、すんでるでしょ。そして昨年度ですか、2021年、松木玖生を中心としたチームで、インターハイ、そしてプレミア、選手権の3冠を達成と。このチームはもうプロも試合したくないぐらいの多分チームだったと思うんですよ。松木選手ってどんな選手なんですか？きちっと指導者の話も素直に聞き入れて実行できるし、またはみんなに浸透させることもできるし、今まで珍しいタイプのリーダーかなと。これほど強いチームをこう作り上げるこの基礎になっているものは何なんですか？サッカー選手として一週間を作ってるっていうことに尽きると思うんですよ。